はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、楓さんちへようこそ。皆さんね、年明けとかで、何かを新しく買い替えるとかってあると思うんですけど、財布を買い替えるとか、まあ、服をいっぺんに買い替えるとかっていうのはあると思うんですよね。あとパジャマを買い替えるとか下着を買い替えるっていうのがあると思うんですけど、皆さん財布って毎年新しくしますか？やっぱり運気を気にする方って、まあそれはもう金運だったり、あとまあ人間関係っていうのかな、まあ金が回れば、まあ、いろんな人に優しくなれるとか、いろいろとね、言われてて、で、まあ、それに、人間関係の運気につながっていくみたいなさ、こじつけなんだけど、まあ、そういう意味で、まあ、財布は、毎年買い替えるよって、いう人が、なんかちょくちょく聞かれるような気がするんだよね。まあ私だけかもしれないんですけど、私はね、買い替えないっすね。まあ本当にボロボロになるまで、使い続けるっていう意味もあるんですよね。で、今の財布はまあうちの母親からもらったんですけど、多分その前のやつが結構使い倒してて、その2つ折りなんですけど、その2つで折るところのがもうボロボロになったりだとか、端っこの方がもうほつれてやばいんじゃねえかっていうような感じだったので、それに見かねてね、多分母親が持ってきてくれたと思うんですけども、どうなんですかね。あと財布でもさ、その人によってっていうかさ、長財布の方がいいよって、それなんでって聞いたら、お札って、まあ人間と同じで、ずっと同じところにいるわけじゃないですか。あ、人間と同じようにって、違いますね。ずっとね、お財布の中にあるわけで、で、ずっとさ、なんて言うんだろう、二つ折りだとこう折れ曲がっててちょっと大変でしょって。人間でもずっとさ、正座しっぱなしだったりとかするのも大変だしっていうことで、なんか長財布の方がいいよっていうのはなんかよくわかんないけどね、なんかあるんですよね。二つ折りよりも長財布の方がお札のね、お札のせいっていうのか、お金のせいっていうのか、そういうのが逃げていかないよとかね、居心地がいいから、とどまってるとか。で、他のお札も、なんか、ここは居心地がいいみたいだぞっていうことで、どんどん寄ってくっていうね、いまいちよくわかってない言い方ですけど、なんかそういうのってあると思うんですよね。そういう金運、都市伝説じゃないけど、おまじないっていうのかな、そういうので、ね、やってる方がいらっしゃると思うんですよね。まあ、私はね、別に使えればいいやと思うんだけど、やっぱそういうさ、おまじないじゃないけど、なんて言うんだろう、長財布がいいよとか、今年はこの色の、ね、財布がいいよとかさ、よく言われるじゃないですか。そういうのを見て、どうしようとか思ったりするんですけど、結局買わないんだよね。ヤフーショッピングとか、アマゾンとかの財布のね、を見てたりするんだけど、結局買わないっすよ。で、島村とかに行っ
ってちょっと見かけるけど、やっぱ自分が欲しいなって思うようなものがなかったりとかね。で、色的にこの色は好きだなと思うけど、形とかがこれはどうなのって思っちゃうものもあったりとかするし、どうなんでしょうか皆さん、なんか毎年買ってますか？まあ財布にかけるやつね、下着は1年でバッサリ切るとかさ、まあ、本当は下着ってその3ヶ月サイクルぐらいで早めに早めにこう変えた方がいいみたいですよね。その運気とか関係なく、その生地のすれとかそういうので傷みやすくなっちゃってるっていう意味で、まあ3ヶ月とか4ヶ月ぐらいで買い替えた方がいいですよっていうのは、もう下着ブランドとかで確かに言われてると思うんですよね。皆さんどうでしょうかね。私はこういう風にしてるよとかってありますでしょうか。もしよろしければご意見いただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。